一度、うん、その出会いっていう意味では、うんうん、緑川光さんとね、はいはい、初めてじゃないにしろ、うん、何回かその僕がガヤで行った時とかに、うん、メインをやってらっしゃったりとかしたことがあっても、はいはい、なかなか一緒にお話しすることがなくて、うん、ある日、ある作品で一緒になって、一緒に、うん、帰る道、帰ってる時に、うん、お話をさせてもらった時に、うん、ちょうど僕が、初めてアニメで主役をやった時があって、うんうん、なんかその話を、してた時に、僕本当に良かったねって、良かったねっていうのと、プラス、うん、でも、こっから、繋がっていくといいねって言ってくれたんですよ。これだけじゃダメだよって、うん、大切なことだね。ここからつながっていくのが、うん、いいことだからっていうので、うん、で僕すんごい緑川さんもう昔からもう大好きだったんで、うん、それですごいモチベーションが上がった。緑川さんもとてもいい方ですからね。なんかね、うん、そう出会いだなって、今思うと、今考えると思う、はい、緑川さんと、あと僕にとっては寺染さん、はいはいはい、うちの寺染さんはやっぱお芝居の時に、うん、こう僕がね全くお芝居できなくって、うんうん、もう何回も何回も抜き稽古するんですけど、うん、そのシーンだけ何十回もやったんですよ。でもお芝居できなくって、その場は終わって、うん、で僕は周りの人と話もせずに、うん、自分で一人だけで考えてたんですね、うん、ああなんでうまくいかないんだろうって、うん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 、その時に寺さんが来て、ポンポンって、大好きなって、すごい難しいと思うし、うん、悩むのは分かるんだけど、うん、君が今抜き稽古をしてる時に何人の人が残って、うん、例えばプロンプとしてついてたりとか、うん、演出補佐としてついてくれたりとか、うん、なんだろう、こう周りで転換要員としていてくれたりとかしてくれたと思うって、うんうん、いっぱいいるんだよって、君と小野と、うん、その時氷上さんが相手役だったんですけど、氷上ちゃんと二人だけじゃなくて、うん、もう本当にいろんな人が君のことを、いや君のことっていうかこのシーンに関わってるし、うん、このお芝居に関わってるんだよ、うんうん、そういうことを考えたらお芝居変わるよって、うん、おーって、で本当に変わった次の週っていうか次の日から本当に変わったんですよ、うん、うわーと思って、だから関わってる人のことを考えたら絶対思いが変わるんで、うん、一人じゃねえなーと思って、確かに、ね、なんかいい先輩だなって、素敵な人たちに囲まれて僕らは今お仕事させていただいてるんだね。むそれは平川さんもそうですよ。いやいやいや、本当に何をおっしゃいますか、助けられている。とても助けられている。それはお互い様です。俺がこんなに強く出れるのは平川さんと畑野くんぐらいだ。それは助けてるのか俺。本当でもね、うん、なんだろう、僕そんな喋んないんですけど。そっかな。そんな小野くんは見たことがない。フリートークっていうか現場ではあんま喋んないんですけど、うんうん、なんかね平川さんとラジオやってるとなんか出てくるんですよね。あ。でもそう言っていただけるのはありがたいですね。ね、不思議、うん。じゃあこれからもぜひ、あ、もうね、ぜひぜひこれからもお友達としてよろしくお願いします。いやもう尊敬する先輩です。いやいや、よろしくお願いします。はい、ということで、お送りしてまいりました。